フィルギルゾリス、ピュトンを倒すアポロン、ピュートーンとは、ギリシア神話に登場する巨大な蛇の怪物である。長母音を省略してピュートンとも表記される。オス蛇とされるが、コメーロス風参加のアポローン参加によると、メス蛇だとされる。絵画などでは、足のないドラゴンのような姿で表されることもある。ピュートーンはガイアの子で、その神託書デルポイを守る番人でもあった。 デュカリオンの大洪水後に残った泥から生まれたと言われる。デルポイの信託書をすっぽり負ける巨体を持つとも言われている。後にアポローンによって倒され、以後デルポイはアポローンの信託書となり、アポローンがテミスに代わって信託を下すようになった。ピュートーンはまたテューポーンの奪を務めていたとも言われている。ピュートーンは自分が レイトの子によって死ぬという予言を受けた。そこで、アポローンとアルテミスを見ごもっていたレイトを追い回し、彼女を殺そうとした。一説には、大地の端から端までレイトを追い回したピュートーンは、レイトに嫉妬したヘイラーが、レイト抹殺のために送り込んだ。しかしレイトは、ゼウスやポセイドーンらの助けによって、無事出産した。アポローンは、生まれた当日、 または4日目で弓矢を取り、母の恨みを晴らしたのだという。パウサニアースによれば、ピュートーン退治は、アポローンとアルテミスによって行われ、共に穢れを払うためにアイニアレイアへ向かったとしている。アポローンは、ピュートーンの亡骸を手厚く扱い、デルポイのアポローン神殿の成績オムパロスの下の地面の裂け目に葬った。オムパロスとは、へその意で、同地が、 世界の中心たることを示すという。また、ピュートーンのために、総霊競技大会ピューティア大祭の開催を定め、新たに開いた自分の新宅書の巫女にも、ピューティアーを名乗らせた。デルポイで巫女たちがトランス状態に陥るのは、地底からピュートーンが吐き出す霊気によるもの、またはその死体から発生したガスによるものだとされる。異説として、ピュートーンとは、 テューポンがゼウスと戦って勝利し、ゼウスの剣を切って、コリウコスの洞窟に隠した後に、洞窟の番人をしたデルピュネーのことを指しているとも言われている。新約聖書の使徒行伝16章16から18節にも、ピュートーンが登場している。この時、ピュートーンはジョドレイに取り付いて、占いをさせていて、パウロ一行に出会うと何度も、この人たちは、 救いの道を述べ伝えていると繰り返した。パウロがうんざりして、イエス・キリストの名によって、この女から出ていけというと、ピュートーンは即座に出て行ったのだった。ニシキヘビを意味する英単語、バイソンはピュートーンの名に由来する。ありがとうございます。